はい、どうも皆さんこんばんは。それではね、ファイナルファンタジー続きやっていきましょう。あれ、なんか勝手に開いた。嘘だ、俺今何もしてないよ。え、怖っ。調べる間もなく勝手に開いたんだけど。え、テンポよ。今普通に俺録画ソフト起動しに行っただけなのにテンポよ。ちなみにですね、戦闘とかは最近もうめんどくさがって丸々カットするようにしまして。あ、長いんだもん、戦闘のシーン。こういうのだったらさ、2体だからさ、ワンターンで終わるんだけどさ、最大9体とか出てくるからさ、まあ魔法使えばいいんだけど、ここまでやるのもなって思っちゃうから。ほら、もう4体ですよ、4体。4体も出てきたらどうしようもないよ。で、ちなみにここまで来るのに、そんな時間はかからなかったんだけど、左手で FF やりながら右手でヘブ版やってたんで、すごいゆっくり来てた。宝箱いっぱいある。どうせほとんどモンスターな。なんか、ちょっと待って。初めて見るのがいる。どうしようかな。とりあえず燃やしとく。もうやっぱエフェクトかっこいいね、ファイガの。ああ、1体は死んだな。あれ、じゃあそんな強くない？警戒しただけバカだった。それ痛いな。1人除いて全員寝たぞ。逆によく寝なかったな。これ全部モンスターいる割にあれじゃないですか、中身がすっからかんとかいう、すっからかんっていうか中身が大したことないとかっていうオチじゃないの、ワンちゃん。そんな感じするよ。今更杖なんかもらったとこでね、誰が装備すんのって話じゃない。一応装備はできるけどさ、6だよ攻撃力。何用のアイテムだよ。スフィンクスだって。スフィンクスって獅子とヘビとワシだっけ。あんまそんな見た目には見えなかったけど、金ばっかだな。でもあれかな、やっぱ気使ってナイトの鎧とか買わせようとしてきてるんかな。でも俺ナイトの鎧普通に変えちゃったからな。一番最初探索しに来た時点で変えちゃったからな。あ、でも魔法とかも割と高いから、これから先結構な数必要になって、まあ結構な金額必要になってくるのかもしれないですけどね。いやー、コカトリスだ。ちょっと、こいつらはまずい。これだ、コカトリスって攻撃してくるときに、なんて言うんだろうな、石化にしてくるんですよ、こっちを。なので、早めに処理しないと、全員石にされてゲームオーバーになっちゃうので、数いるときはさっさと処分しましょう。1体とか2体だったらどうでもいいんですけどね。やっぱでも赤魔同士強いわ。やっぱ魔法装備できないのもあるけど、だから個人的には、白黒戦士文句でいい気がする。やっぱテレポ使えないのがさ、大きくてさ、この洞窟からも俺歩いて帰らないといけないわけだからね。一番最初のダンジョンなんかさ、大した道のりじゃねえくせにさ、お姫様に強制連行されて城まで連れてかれたからさ、あれすっごい短く感じたけどさ、沼の洞窟とかも徒歩で帰ったし、あの時点ではもうテレポなかったからどうしようもないんだけどさ、いやー辛いっすわ。ほんとに。あれ、ここじゃねえ。もう一本先か。
これがまたなあ難しいんだよな。あほら石になった。石になったらまあ状態異常を直すエスナかまたは金の針とかで直せるんですけど、金の針をそんなに買ってきてないので、まあ、出てきた時は基本的に魔法で処分したいかなとか思いつつ魔法を使うのを毎回毎回忘れてるんですけど、あと炎症が長いからさ2機倒した後とかに使われてもさ困るんだよね正直。なぜか知らないけど一番重い装備着てるはずの戦士が一番早いからね。七不思議ですよ。装備の重さっていう概念に何の意味があるのか未だに分かってないけど、でやっぱ数いるときは魔法とかでパパーってやっちゃうのが一番早い気がする。もうちょっと早ければなおさらいいんだけどさ、でも素早さ割とある割にいつまで経っても敵より行動が全員早くなるってことはないから、やっぱ見た目変わってないだけで内部パラメーターとかは敵は変わってるのかもしれないですね。わかんないけど、一人だけ寝たって。さっき寝なかった唯一のやつが一人だけ寝たって。綺麗なこいつ魔法使ってくる超偉大。魔法使ってくる敵なんかボス以外だと初めてかもしんないね。あ、普段瞬殺しちゃってるから本当は私使うんですよみたいな子いるかもしれないけど、あ、オーガメイジが一番めんどくさい。ホールドホールドオールドオールドだった今。え、オールドってこの時代あんの？あ、盾だ。お、全部魔物入ってる。しかも全部同じ組み合わせ。かわいそう。また一人だけ寝たわ。あ、もう攻撃したからいいけど。金の早えな。一旦で起きたぞ。やっぱ魔法の効き具合とかも、いろいろあるから、一概には何も言えないんだけど。でもやっぱ状態異常かかるやつってクソだよな。リボンって大事だわ。あ、やべ。石になる。最悪石になる。あ、石になるのはあと一回だけ許されるぞ。もうなったから何も言えねえけど。ただ、石化状態は、ドラクエでいうアストロンみたいな感じで、ダメージは食らわないはず。てか、そもそも敵に狙われるなんて珍しいことあんまないんだけど。初代はあるみたいですね。金の針買ってくればよかったな。一番最初のさ、あの村がさ、道具屋なくてさ、道具屋ねえんだって思いながらやってたんだけど、だからハイポーションも買い足せてないし、本当はコテージとかも買いたかったんだけど、まあ、どうせセーブポイントねえしいいかって感じなんだけどさ。ちょっとタイム広くない？下の層どこだよ。ゴールこの扉の先か、ここか、こっちだよな。こっちかな。槍部屋っぽいし、とりあえず扉の先行こっか。これだから見てる人的にどう見えてるかわかんないけど、すごいさ、サクサクと進んじゃってるのがさ、申し訳ないというか、別に申し訳ないってことはないんだけど、本当にサクサクいっちゃってるからさ、なんか俺杖見せててあんま良くないかなとは思ってるんだけどね。実際問題ね、こういうもんだと思うよ。特色だって回復とかは挟んでるし、言うて雑魚戦だしみたいなとこあるし、まあ、雑魚戦つってもそこそこ強い敵な気もするけどね。
まあ相変わらず毒だけはうざいね。赤と文句だけは定期的にちゃんと回復を入れてあげないとすぐ死ぬんで、赤と文句は回復入れるようにしてるんだけど、なんか白はねそんな狙われないし、天使は食らってもそんな痛くないしって感じなんだけど、俺だ。じゃあ上の槍部屋なんだ、あの明らかな槍部屋はなんだ、誰だ我に話しかけるのは。名を名乗るときは、名を名乗るときじゃない、名を聞くときはまず自分から名乗れよ。あー知ってるこの子、我は大地の力を喰らう者なり。そう、リッチだリッチ、人間風情に邪魔立てはさせぬぞ、土のカオスリッチのな。懐かしい、こいつすっげえ自信使ってくるイメージあるんだけど、リッチやべえ、クソかてえこいつ。わ、ヘイストなんか使ってくる、汚い。さすがラスボス、ラスボスじゃないや、さすが四天王、汚い。所詮土なんて最弱ですからみたいな。ははっ、食らいすぎだろ。これさ一個試したいのがさ、あでもこれ敵に使えないんだアイテム系って、じゃあダメだな。まあ文句と天使に回復役させて、で白と赤に削ってもらう。なんか物理攻撃全然効かないし、こいつめっちゃ自信使ってくるイメージあんだよな本当に。バツ炎上系じゃん。これはヒールにするか、おとなしく。あんま物理攻撃効かない相手だとさやることないんだよね、天使と文句はね。お、終わった、ざまあないぜ。四天王の中でも最弱の男。だいたい土ってさ、一番最初に四天王とかで出てくるくせにさ、だいたい一番弱いんだよね、かわいそうに。土のクリスタルに土のクリスタルかざしたら土のクリスタルが光るんでしょう、輝きを取り戻したみたいな。キャラの濃い光の戦士たちだな。土の祭壇、大地の力が湧き出るところだ。じゃあ帰りますか。やった、セレフテレポ。ダンジョンって結局こういうのあるから楽だったりするんだよね。え、って何？こっからどこ行くの？とりあえずやることはやったけどどこ行くの？次。また毒食らってるし、あいつ。使えねえ。やっぱ、ボスって弱いな。俺が、序盤苦労しないパーティーにしちゃってるだけなのかな？なんか全然苦労する気配ないよね。え、これどっち行けばいいんだろうね。物知りじいさんの方か、素直に町行くのがいいか。じいさんの方行ってみるか。これでさ、賢者のおっちゃんまでさ、ほほほ騙されおってみたいなこと言ったらどうしようかな。もう光の戦士人間不信になっちゃうよ。こいつで返しに来たぞ。あー何も言わねー。これじゃあもう船乗って自分の好きなように動いていいってことかな。え、だとしたらまた行方不明になっちゃうよ、僕。次行くとしたらどこだろうな。結局港があるとこ探さないといけないしね。一番有力なのはこの辺とか、あとこことか、
この辺の島とか、あとはこの辺上陸できるかもしんないしって感じだね。ただまだマップのこっちの方行ってないから先こっちかもしんないね。あ、ここじゃん、ここここだ、ここ上陸してここの島行ってって感じだ。よし、じゃあ一旦向かうか。多分向かっても大丈夫でしょ。うん、全然大丈夫、向かおう。何の確認してんのって言われるかもしれないけど、時間の確認です。あっ、キモっ、やべえ、ビジュアル的に超気持ち悪いの出てきた。しかも毒にしてくる、あいつ。やべえ、ちょっと新しい島に上陸したらすぐこれだよ。おかしいな、同じ大陸なんだけどな、すぐ気持ち悪いのが出てくる。あ、キルギカウスだ。こいつらは土の洞窟ってかカウスの洞窟にも出てきたよね。あれかな、あのカウスの洞窟っていうさ感じで、カオスの洞窟と似たようなニュアンスっていうか、似たような呼び方できる街がいっぱいあったりするのかな。とりあえず武器防具屋ですね。ミスリルメイルはいらない、盾もいらない、バックラーだけは買っとく。じゃあポテト、バックラーだっけ。はい、ほんと装備整わねえな、白とあれは。バックラーはあれかもしんないね、あの赤間同士が唯一装備できる盾とかそんな感じかもしんないね。よっ、この辺はいらない気がする。あ、いるな。どうしようかな、ちょっと待ってね、財布と相談するわ。8万8000も入ってるけど、22の5なんだよな。あ、でもまあ命中率自体も上がるし、アクスは買ってもいいか。あ、ソードも買っとく、とりあえず。じゃあ、サンゴの剣とかみたいなさ、明らかなレアドロップアイテムっぽいやつがさ、すぐお払い箱になるのは悲しいね。すやすやって何？え？あいつ外で寝てんの？バカなの？旦那様は旅ばかりかなされて、で帰ってきても昼寝ばかり。ちょっとは家のことも考えてくださらないと。ああ。あの人もしかしたらあれか、豪邸みたいなところに住んでる人かな。ラテレポだって。何これ、え、どっちも覚えらんないじゃん。え、あ、え、普通にわけわかんなくない？白が覚えらんない魔法ってなんだよ。白魔法なんだよね。あれ、わけがわからないな。あれ？白も赤も覚えられない白魔法があるのか。あ、デスだって。タンガー。ああ、もう、レベル6になっちゃったから、赤魔同士が覚えられる魔法がない。どうしよう。こいつ5までか、もしかして。いやー、じゃあきついな。転職できないかな。旦那様ってことは、お屋敷みたいなのがあるのかな。ここ絶対教会でしょ。ほらー。え、じゃあ何？ここの街外れ？もしかして。嘘、なんか左に、左っていうか右側になんかあるから見てみるか。おお、怖っ、何、怪しい宗教かなんかですか。え、怖っ。我が名はルカーン、見える憎しみの輪廻が、伝説に導かれたかすかな光が我々の行く末を決める全てが、我々12の賢者は星と予言に導かれこの地にやってきたのだと。この世界に存在する4つのクリスタル、今はその輝きが失われてしまった。4匹のカオスが輝きを遮り力を手に入れようとしているのだ。そうですね、はい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 、
うーん。この町の西にあるグルグ火山、そこに眠っていた火のカオスが200年早く目覚めたようだ。はーん。あ、カヌーくれた。あざーす。じゃあここには一回来なくちゃいけなかったんだな。なるほど。で、来る場所もあってはいたんだ。そっかそっか、これで狭いところに入れるようになるんだ。ってことは火山に向かうわけですね。前に道具屋寄っていい？金の針はいらないんだけどさ、パイポ買い込みたいわ。あとはコテージ3つを使っとく。でもな、まあ、あるな。うん。暗闇状態直すのとかも買っとこうかな。うん、こんなもんでしょう。お金なくなったわ。釣り買っただけでお金なくなったわ。なんてゲームだ。カヌーを使ってどっから行けばいいの？ここの上からってこと？おー、キモい。なんか見たことある気がする、こいつ。逃げたし。すごい、なんか。黒い人が一生懸命漕いでんだ。石の火山って絶対こっちでしょ。いあれ弱くない、ミスリロー。うお、強え。これさ、ブリザガとか売ってなかったからなお不安なんだけどさ、炎のカオスって対抗できんのかな。土のカオスが意外に強かったからな。いや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 。絵面がおかしいんだけど。ヤマタノオロチいっぱいいない、もしかして。あ、思い出した。あれだろ、火のカオスって。キングヒドラだろ。噛んだな、今。キングヒドラだろ、多分。なんかそんな気がする。しかも俺、セーブポイントっていうか、寄ってくんの忘れてた。やばい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 。文句が死ぬ。いつものことだけど文句が死ぬ。え、やべえ。超強えんだけど、敵が。いや、ヒドラ強えな。ちょっとまた話が別になってくるかもしれないな。赤が思いのほか使えないからさ、赤と文句が足引っ張ってんだよな。いや、でもそもそもの打点が高いな、あっちの。これちょっとまずいのでは。経験値どれぐらい入るんだろう。おえ ?4 人で6108ってことは、いや、もう2回戦ったらレベル上がる計算だよな。え、もしかして順番違う？西って言ってたよね、でもね。あれ、ここじゃないんかな。あ、まあ、これは大丈夫だけど。え、あのヒドラが異常に経験値うまいだけ？本当はこういう魚とかみたいな弱いやつばっか出てくる。え、不安すぎないこれ。超不安なんだけど。いや、火山って明らかあれだよな。これだよな。え、怖っ。とりあえず入るだけ入ろうかな。入るだけ入ろうかなとは思うけど、
え、怖くね？あ、コテージのが俺の知ってる FF4 のやつとまたデザインが違う。こっちの方が可愛いな。ちょっと寝るだけでコテージ張るってマジでガチ勢すぎるだろ。え、怖っ。どこ通ってくのこれ。え、まさか溶岩の上池とかそういう。あ、痛い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 、絶対痛い。てか痛いじゃ済まないそれ。あ、でもそんなダメージ食らってないわ。あ、でもここで出てくる敵は変わんないな。出口にいるやつが異常なだけか。じゃあいいや。よし、行くぞー。炎のカオス、ぶっころ。これボスに行くだけだったら左方向なんだろうな、きっと。ただ俺は欲をかくタイプの人間なので宝箱は全部回収させていただきます。だって装備が心もとないもん。主に文句と白魔導士の文句がさ、大した火力源にもならないくせにさ、死にかけるのだけが早いからさ、怖いんだよね。ブリザラ、でもこれアースエレメントの炎版だよね。ヒアー、ヒアーじゃなかった、ファイヤーだ。ヒアーは違うわ、 MGS4 だわ。4じゃない、3か。メタルギアでした。火炎放射器持った危ない人も。敵んちいいなー。やっぱヒドラが異常に頭おかしいだけなのかな。でもそう考えるとなんかレベル上げとかないと、行きは大丈夫でも帰りが怖いな。行きはギリギリ大丈夫だったけど帰り危なそうじゃない？真面目な話、お金はいらないんすけどね。1520ドルってさ、冷静に考えたらコテージか万能薬1個分の値段やぞ。物価高すぎるやろこの世界。ちょっとお薬買うのに金かかりすぎないよ。あー、でもまあまあ比較的サクサクっといけてる気がするな。敵が強すぎるのが問題。うん、なんか宝箱開ける前に出てきたなお前ら。自己主張が激しい。開けたって錯覚して出てきたらさては。4150。あー、まあそれくらいだったらまだいいけど、にしても金多いな。ヒロリスクだって名前が面白いな。熱そう。でもよし、じゃあまたチラホラチラホラカットしながらやっていきますか。ここが第3回 ?3 回だったっけ ?3 回 ?4 回どっち、ん ?3 回?3 回ですね。に着いたんですが、まだ先は長そうだね。なんか、なんて言うんだろう。幻獣の洞窟を思い出すわ、こうの。エビテと必須のやつ。あれは痛かったからなおさらだけど、そんな痛くないからな。当たってもね、多分1回踏むごとに1とかだと思うんで、あんま痛くないんだけど。それ以上にこのピロスクってやつがにらみ攻撃っていうのを使ってくるんだけど、これがなんかね食らうと即死技みたいで、そっちの方がちょっと怖い。まだ1回しか死んでないんだけど。
けてでるでるって、どこだあれ。あれ待って、俺の知らないルートがあるな。あれどこだ、これから行く場所かな。おっと、やべえ、普通にヤンキーくせえのが出てきた。ウェイシレッドドラゴンって嫌な名前すぎるやろ。いやー嫌だわー、ああいうブレス系の攻撃入ってくるやって嫌だわー。いやマジでどこ、ここまで来るともう宝箱とかもないんだね。まあいいんだけどさ、そんなに中身美味しいこともないから。全部宝箱あげたくせにさ、宝箱全部ゴミだったからね。本当にミスリルアクスとかミスリルのコテとかさ、買っとるんだわそれっていうのがいっぱいあるからさ。ねえ、装備できる人が2人いるとかだったらまた話は別なんだけど。下、左、上。あー、このパーティー嫌い。あ、死んだわ。あ、睨みのエフェクトかっこいいね。よし行こう。なんかね、フレームメールっていう普通に強いの手に入れた普通に強いよこれ。ナイトの重さ鎧より重さが23違うのかなとかで回避力も結構上がったので、やりましょう。うちのカオスを倒し、このマリリスの眠りをさ、マリリスか、キングヒドラって、あれ、数だっけ、覚えてないな。なんかちょろっと出てきただけだったからな、俺が知ってる、あれって。あー、あの蛇の腕が4本ある人だ。6本ん ?4 本どっちだったかな。燃え盛る火の力はこの私のものじゃ。邪魔をする者は地獄の豪華で焼き尽くしてくれよ。大丈夫？中二病入ってる？マリリスかっこいいなぁ。ただ困るのが、貴族性を下げるのとかはなかったんですよね、今のところ。とりあえずブリザラしとく。169。これは厳しい戦いになりますね。さては、まずいですよ。プロテスとインディアと、いやーどうすっかなこれ。どうすっかなラスローとか効かない気がするけど使ってみるか。あ、全員透明になった。それまずいっすね。しかも主力の2人が効かねえ。じゃあ効かないんだろうな。どうすっかなこれさ、土のカオスがなんで雑魚だったかっていうとさ、普通に土のカオスくんはさ、あいつ攻撃手段2個あったからさ、アディアとかもあって、だからそれに比べると、いや効かないんだな、やっぱ。どうすっかなこれ、これどうすっかな。てかあいつ全然攻撃してこねえな。とりあえず効くか分かんないけど使ってみるか。4きた。差しの勝負なら勝てるぞこの戦い。効かないんだな。あ、そらそうか。効いたら逆に困る気もするけど、とりあえず効かないと。
じゃあもう天使のアイスブランドと赤間同士のブリザラで削るしかないぞ。スズメの涙、やべえ、文句より白魔同士の方が攻撃力高え。嘘だ。いや、まあ武器の問題だと思うけど、あいついつまで鉄のヌンチャク装備してんだよって話だもん。だけど装備も変わってほしいんだよ。3ヒットで3しか当たらんやつがいるらしい。ありえねえ。いやー、これ厳しいっすね。こいつがファイラ連発してこないからまだ勝機があるけど。危な、これはちょっと怖かったわ。ホールドは麻痺と一緒だから時間経過で多分治るとは思うけど、この時間経過を待つのがしんどいよねっていう話である。あー、使ってきた。しかも威力が高い。終わった。なんだ、こっから本番かみたいなこと言おうと思ったら、いや、まあ、うん、魔法を連発されなければ勝てるね。当たり前だけど。はい、これで火のクリスタルも元に戻ると。ああ、敵がなんか2個くらい解除されたけど、火の祭壇、火の力が湧き出るところだ。いやー、終わった終わった。これで今回は終わりにしましょう。次回ね、どこに行くことになるかはまだ全然わかんないけど、まあ、この辺のちっちゃい森とかも行けてないので、この辺上陸して行くことになるかもしれないね。さあ、次回行く場所を見つけておいて、そこの町とかの前でセーブしていきたいと思います。もうそのちょっと不安なのが、明らかにこの辺上陸できないよねっていう不安があって、その辺がどうなのかなって思うんだけど。はい、では、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。